こんにちは。こんにちは。今回の内容はキャラバンのサブバッテリーの紹介です。久しぶりのキャラバンネタ。そうだね、久しぶりに。なんで今キャラバンの紹介をするかっていうと、現状鉛のディープサイクルバッテリーを使ってて、これをリチウムイオンバッテリーに変えようとしてます。リチウムがプロジェクトです。そう、そのタイミングなので鉛バッテリーを取っ払っちゃう前に紹介動画を作ろうと思いました、うん、リチウム化の作業については近日中に動画を上げようと思っています。はい。で、動画に入る前に更新情報があるんですけど、キャラバンの改造をしたのが2年前ぐらいなんで、その時に使った充電器とかソーラーパネルっていうのが今もっと新しくなってます。実際は進化してる。左の充電器の場合は、この動画に出てくる充電器は販売が終了になってて、うん、現行モデルだと鉛だけじゃなくてリチウムイオンのバッテリーも対応したりしてます。へー、なんか見た目もかっこよくなったね。そう、うん、ソーラーパネルはレノジーのやつが出てくるんだけど、キャラバンについての 160W なのね、うんうん、でもこれ今調べてみたら同じ大きさで 175W になってました。 160W のやつはもう売ってない。動画の説明欄に消費リンク貼ってるので、ぜひチェックお願いします。はい。じゃあ紹介の動画に入ります。スタート。はい、今日はキャラバンのサブバッテリーの説明します。これそれです。上からバッテリーをまず見てみよう。紹介する。こういうただ板塗ってるだけ、うんうん、この下にバッテリーあります。でちょっとこの下覗いてみて、128Ah の鉛のバッテリーが2個並列になってて、それをこの CTEC の D250S デュアルっていう充電器で充電をしています。はい。大きく充電と放電にまず分かれて、とりあえずじゃあ充電について説明します。CTEC の充電器はソーラー充電と走行充電をヨシナにやってくれるやつです。あの、切り替えてくれるときそう。エンジンが切れてて太陽が出てるときはソーラーから充電する。で、エンジンがついてるときは走行充電をする。うん、で、もしエンジンが切れててソーラー充電をするんだけど、このサブバッテリーが満タンな状態になってたら、ソーラーからメインバッテリーを充電します。だからバッテリー上がりとかも防げる、車の。なるほど。配線なんですけど、この充電器の端子4個あって、このインってのが車のメインバッテリーからのプラスケーブル、こっちのインがソーラーパネルからのプラスケーブル、でこっちがサブバッテリーのプラス端子につながります。でこの端子は共通のマイナス、あ、3個出てるの、うん、ソーラーパネルのマイナス、メインバッテリーのマイナス、で今ステータスとしてはエンジン止まっててソーラーから充電されてるっていうマークになってます。ソーラーからサブバッテリー、あ、走行充電とソーラー充電があって、走行充電をどう配線してるかっていうと、この充電器に来てるのはこの黄色いケーブルね。はいはい。これがどっから来てるかっていうと、こっち来て、この黄色いケーブルはね、ここに出てきてます。こうつながって、うんうん。で、この下はね、裏側、スライドドアのステップの裏側通って、こう通って、あ、なるほど、この下から出てきて、この穴がエンジンルームのメインバッテリーがこの裏側にあるんだけど、そこにつながってます、うんうん。おー、これが黄色いのね。あれ、どこだっけ。これがプラス端子。そう、こっから取って、この奥の黒いのがさっきの走行充電の線じゃん、うん、それがこの裏の穴から抜けていってます。これがあの黄色い線になってるってことね。うん、重っ。ちょっと見えないんだけど、奥まりすぎてるね。奥まりすぎて、今のは黄色いのは走行充電のプラス線で、マイナス線どうなってるかっていうと、この裏側のこの下にあるんだけど、走行充電のためのマイナス線はこの CTEC の充電器のマイナス端子からボディにつなげば、ボディアスになってメインバッテリーのマイナスに変えるっていう回路になってます。で、走行充電については以上です。次、ソーラー充電、うん。で、まずこのキャラバンの屋根には 320W のソーラーパネルが積んであります。よいしょ。 160W のパネルを2枚並列で置いてます。メーカーはレノジで、これがどうなってるかっていうと、リアハッチと本体をつなぐケーブルのカバーを穴開けて車内に無理やり引き込んでます。で、このシリコンで防水した状態です。で、室内側はここに来てて、うん、壁の裏側を通ってさっきのサブバッテリーの方に行ってます。裏側通って、あそこの上から降りてきてるのが
この太いのがソーラーのプラスとマイナスがこっから出てきて、さっきのチーテックの充電器に行ってます。あーなるほど、ね、でねプラスの方がヒューズを介してここに来てんだ、うんうん、でマイナスはこれかな、ソーラーのマイナス、これがこの共通のマイナス端子につながる、うん、これでソーラーの充電の配線は以上です。はい、次が電気を使う側、充電と反対側の使う側についてなんですけど、うん、その前に電流とか充電状況を把握するための装置としてこのバットマンっていうのを使ってます、うん、でこれどんなものかっていうと、これがバッテリーのマイナス線に帰る線、その手前にバットマンを置くことによってこのバッテリーに出入りする全電流を把握できる、あとでバッテリーの電圧もこれで分かります。これ自体は何も表示とかできないんだけど、携帯に Bluetooth でつないでこの専用のアプリを開くと充電状況が分かるようなものになってます。今ソーラー充電してる状態です、うん、20W 入ってきて、ほぼ今満タンの状態であんまり充電はしてないんだけど、充電してるとこういう風に青い矢印が入ってきます、うんうん、で今満タンだからあんま充電してないけど、うん、ソーラーも走行充電も今まで見た最大が220ぐらいかな、 200W ちょいぐらいで充電をします、どっちも、うん。次は電気を使うところについて、大きく AC100V と DC12V 2種類の電気取り出してるんですけど、 DC12V の方はこんな感じです。バッテリーからプラス線出てきて最初に来るのがこのバッテリープロテクターってやつ、ブレーカーみたいなもんでバッテリーの電圧を常に監視して 10.5V 以下になると電気を遮断するっていうやつです。ここを経由して全ての照明と水道のポンプとか電気を渡してます。電圧が下がってくんの、あの鉛バッテリーって使ってるとね、最初満タンで 13. 何 V なんだけど、ずっと使ってると 10.5V より下がるともうバッテリーが劣化してダメになっちゃう、それを防止するためのプロテクターで、これもう一つの機能としてスイッチをここにつけられるので、この SW ってやつ、ここから電気を出していく前にここに大元のスイッチをつけてます。このこれね、そう、うん、その一番端のやつが大元のスイッチで、これをオンにしないと全ての電源は使えません、うん、DC はプロテクターの次がこのヒューズボックスに来ます、うん、プロテクターとヒューズボックスはこの太い線で1本でつながってて、このヒューズボックスから各機器に向かってますと、うんヒューズボックスっていうのは分岐しつつ、その電気機器の容量に応じてヒューズを置いてます。5アンペアとか10アンペアとかいろんなタイプのヒューズがあるんだけど、その電流以上の電流が流れると遮断するもの、車両火災とかを防止するための安全装置で、ここから先はもう各電気機器に行って、基本的にはここと電気機器の間にはスイッチがあります。スイッチが2段階になってる、これが全部切れた状態ね、これが主電源です。大元のこれをプチってやると大元の電源が入ります、うん、で例えばこれとこれは屋根の天井の照明なんだけど、ついた天井の照明もここで2個カチカチやります。あとはね、水道のポンプとか、うん、キッチン側の照明、例えばここなんですけど、で、ね、これポンプだね、今水入ってないから出てこないけど、これが照明か、ここのテープライト、これ LED テープライト使ってます、うん、でこれが、このベッド側の間接照明、これあの木の板の裏に LED のテープライト貼って間接照明してます。でこっち側にケーブルを持ってきてるのは天井木張りにする前に裏を通して持ってきてます。ここから出てきてるのか、今全部ここからケーブルが裏から出てきて、でここからバッテリーはこう来てここから出てきます。でさっきのヒューズボックスにつながってます。冷蔵庫と FF ヒーター、さっきのヒューズボックスから出て、それは横のこの壁に穴開けてケーブル出してきて、冷蔵庫はこれここから引き込んでます。 FF ヒーターはこの裏通して、あの裏の黒い、そう、 FF ヒーター自体はここにあります。配置としてはバッテリーがここにあって、その横に冷蔵庫があって、でここに FF ヒーターがあります。それで今言ったこのヒューズから各電気機器に行ってるのはプラス線なんですね、全部で。マイナス線がどうなってるかっていうと、これが全部マイナス線です。ごっちゃごちゃしてるな。そうで、この太い1本に合流させてます。
無理やりこれハンダ付けでこれはちょっとねリチウム化するときに整理したい、うんうん、そうだね、一応そのために端子台とか買ってあるから改善する予定です。気にしよう、汗かくで、マイナス線はここで一つになってバッテリーのマイナスに書いてます。こんなもんかな。この辺のヒューズとかはちょっと図面で説明します。ところどころでこういう巨大なヒューズ使ってるんですけど、30アンペアとかの。このシーテックの充電器の説明書に沿ってヒューズとかケーブルの太さを選定してます。親切にもこれが書いてあるわけね。そう、表の一番上のインのところは一番右が30アンペアって書いてあるんだけど、これに沿ってメインバッテリーと充電器のオルタネーター端子の間には30アンペアのヒューズを入れてます。空気感があふれるなそう、最初に自分で作った我流の配線図なんだけど、はいはいはい、この辺の詳しいところはブログを見ていただけると嬉しいです、うん、そうだね、動画の説明欄にリンク貼っておきます、うん、寝た、そうね、ベッド、キッチン、棚。ちょっと車内紹介の詳細のところはリチウム化が終わったら取り直そうと思う。取り直す。ちょっとねこの子たちにバッテリーを置き換えるっていうミッションがあるんで、楽しみ、やっちゃいます。この次の動画になるのかな、多分順調にいけば。これらについての説明はその時の動画でやります。それで電気を使う方のもう一個 AC100V の方はこの 2000W のインバーター使ってます。中国製の純制限波を出せるインバーターです。 DC12V から AC100V に家庭用のコンセントと同じような電源に変換する機械です。これを使えば炊飯器とか使うことができます。で例えばこのマキタの充電器はこう挿して、でこれ 100V じゃなくて実際 120V ぐらい出ます。だいたい 120V でもどの家電も使えるんで、もし使えない家電があったらそれは要注意。こんな感じで AC100V の家電をインバーター経由で使える。これが使用中の表示ね。そう、電気使ってる時はさっきと逆方向に赤い矢印が出ます。この場合だと 200W 弱ぐらい使ってるっていうことです。でインバーターの配線は単純で、これはもうバッテリー直接取ってます。バッテリーのプラス端子からインバーターのプラス端子で、バッテリーのマイナス端子からインバータのマイナス端子、ここ通る電気めっちゃすごいから、22スケアぐらいのケーブルを使ってます。25スケアか、どんぐらい電気って100アンペアぐらい使う時あんのかな。これバッテリー2つを並列に繋いでるんですけど、バッテリーを並列に繋ぐケーブルもかなり太いものを使ってます。これも22スケアぐらいで、バッテリー並列につなぐときにプラスを取るときにこっちのバッテリーから取って、マイナスは向こうのこの右側のバッテリーから取ってます。なんかそうすることで2つのバッテリーの電気の量が均等になるらしい。プラスとマイナスを1つのバッテリーから取ると、なんかこっちのバッテリーの方に負担が偏る、よくわかんないけどそうらしい。なのでそうしてます。あ、そうだ、あとこれシガソケね、2つ使えるようにして、でポータブル電源を充電したりとか、シガソケから電気を使いたい時にここから取れるようにしてます。でこれもヒューズボックスから取ってて、これかな、シガソケがこれで、これの元はここだ。ヒューズボックスのここから取って、シガソケを2個ここに設置してます。 12V の 10アンペアぐらいまで使えます。小さいポータブル電源とかはもうここから充電しちゃいます。であと一応ここにも照明をつけてて、青い照明、そう、荷台を夜でも照らせるように青いテープ LED で照明を作ってます。これ便利だよね。これ超便利、ここにスイッチをつけてね。夜にあの出発することが結構多いから、そうそう、出発準備する時とか、そう、夜準備する時とかね。で後付けだから配線は全然隠せてないんだけどこの裏を這わせてスイッチをつけてます。こんな感じかな。このバッテリーね、不満はほとんどなかった。使い勝手はもう完璧。ソーラー充電も走行充電もしてたから、特に電気意識せずにほぼ無限に使えてたよね。なんか困ったってことは特に
なかった。1500ワットぐらい使うお湯を作る棒が使えなかったぐらいで、あのバッテリーの電圧がすぐ 10.5 ボルト切っちゃって、大容量すぎる家電はきつかった。それぐらいだよね、強いて言う。もう一つの難点は重さかな。重さだろ。そう、1個27キロで2つで54キロあるから、だからもうこう見るとかなりの重さがこの端っこに集中しちゃってるって。それを解消するっていう意味でもこのねリチウムさんは相当やりたかった、うん、ちょっとその詳細は次の動画で出します。あとちょっと話それるけど、この冷蔵庫も最高だよね。これ5段階あって、5だともう牛乳とか凍っちゃうもん。冷凍室と冷蔵室で分かれてるんだけど、まあアイスとか氷とかで氷も作れる。保冷剤ここに入れてたら凍らせることもできる。でこれ40リットルの冷蔵庫でね、エンゲルの沢富士電機の食料3日分ぐらい入るよ。まあもちろんビールとかもガンガン冷やせるし、旅の間これずっと常時稼働してる。24時間。本当はもっとちっちゃい14リットルぐらいの最初入れようと思ってたんだけど、これにして本当に良かった。がっつり料理する人だったらそのぐらいの大きさないと。そう。結構きついかも。スタイルにもよるけど、俺らは結構がっつり食材買って車の中で料理して食べるから、これぐらいあってもパンパンになるぐらい買ってるの。そう。またこの上を食料庫にしたりとか、この辺のキッチンの棚のところもフル活用して、食材とかも普通に入ってるけど。